今日は言言いいいたくないことを言います、うん、本当はねこの話はあまり好きじゃないんですけどコピーを簡単に書く方法があるんです。はい。ってことでこのね話をするとこうなんかねコピーライティングについてすごい勘違いをしてなんか簡単に書いて手軽にインスタントに書こうとする人が増えるかもしれないのであんまりしたくないんですけどでも大事なことなのでお話していきますね。そう。今日の話を聞けば本当に簡単にいいコピーを書くことができるんですよ。 この話知りたいですかねそう知りたいと思う人はね続きをぜひ聞いてほしいと思うんですけどもなぜ、うん、このねコピーを簡単に書けるかっていうとこれは道具なんです道具えどういうことですかってなると思うんですけども大工さんはのコギリとかね料理人は包丁とか、えー、彫刻家はのみとハンマーですよねみたいな感じで それぞれの職業にはそれなりの道具っていうものがあると思うんですね。では、そのコピーライターが現場で使う、現場で使う道具っていうのは一体何なんでしょうか。これはパソコンではありません。真っ白い紙でもありません。高級なペンでもないんですね。で、その答えは何かっていうと、パクる参考になるコピーなんですね。いわゆるスワイプファイルって言われてるものですね。もしくはテンプレートって言われてるものです。 で多くの人はコピーってこう頭をひねって文章を書くだ書くものだと思ってるんですけど残念ながら違います。ウェルコピーにはレシピがあるんです。だからこのレシピを使えば本当に素人でも簡単にプロ級のレベルのコピーを書くことは可能です。でも私これあんまり教えたくないんですよね。なぜかっていうともうこれを言っちゃうともうこれでかまかけて楽して書く人が増えてしまう。その結果その本当にね、うん、なんてうんだろう奥深いコピーとかっていうのを かける人が、ね、減ってしまうので僕あんまりこれは言いたくないんですけど、まあ、そういう方法もあるよっていうことですねはいであのまあそんな感じでねこのテンプレートっていうものがあるんですで多くねあの売れるコピーにはテンプレートレシピですよねレシピがあるっていうことなんですけども本当ライティングっていうのはこの料理ですねクッキングに似てるなって思うんですよねで料理もこう例えばね自分でオリジナルでなんかシェフになって あのオリジナルの料理を作る前にやっぱり基本のレシピを習うというかレシ,ピを使っレシピを使って作って基本の型のようなものを学ぶと思うんですよねで何て言うんだろうあのうまい料理人とかっていうのも、まあ、レシピとか使うしあと素人がレシピを使って作ったらそこそこおいしい料理ってできるじゃないですか、うんまあ、それと同じようにコピーもそこそこいいものは書けるんですよね実は、うん、で あの野球にしてもなんか俺はクリエイティブとか言って足で叫,あの叫んで俺はクリエイティブだからって叫んで足でバットを振る練習をする人はいないわけですよね。なんでそれと同じでねコピーライティングもそんなある程度売れる方とか基本のレシピがあるしそれを結構ちゃんと学ばないといけないっていうこともあるんですよね。そう。 で他にもコピーライティングって結構勘違いされていてコピーライティングって文章力だと思われてるんですけどどっちかっていうとコピーライターっていうのは料理人とかその考える人っていう感じなんですよねそうだからこそこのねテンプレート売れる文章の型っていうのが実は基本の道具になってくるんですってことで、まあ、今日紹介するのはそのレシピテンプレート型の中でも一番初心者に使いやすくて 基本本が網羅されてるかな思思う本をね紹介したいと思いとます結構この本は読んでざっと覚えておく必要はあると思うし書くときになんかいいアイデアないかなってパラパラパラとめくるのに使える本だなって思ったんでご紹介しますそれがこのウルコピー39の方有田健二さんっていうのかな有田健二さんが書いた本なんですけど、うん、黄,緑色のがか黄,黄緑色の表紙がねすごい可愛い感じなんですけど中身が結構本格的です コピーライティングの基本が本当にうまくまとめられてるなって思います。本当に素敵な本だなって思うわけなんですけど、あのー、コピーライティングって本当に奥が深いんですね。その奥が深いいろんなことをですね、こう、これくらいの量にまとめる、140ページぐらいなんですけど、これくらいの量にまとめてるっていうのは本当に素晴らしい編集力だなって思うんですで。僕自身もね、このオリジナルのチェックリスト、自分が作ったそのコピーのチェックリストっていうのがあるんですけども、 まあ、さらに細かな説明もありますし、うん、このね、えー、本からですね、またこのチェックリストに追加できる項目もいくつかあるかなと思ったんですけども、あのここであの大事なことを言っておきたいんですけども、このテンプレートをゲットすると、なぜこのテンプレートの話をするのが僕は嫌なのかっていうと、なんかこうやたらめったらテンプレートを使えばいいんだってなっちゃう人が多いんですね。でも実はこのテンプレートって使いようなんです。この本にも書いてるんですけども、 あのただ単にテンプレートを真似するだけでは売れるコピーは書けないんですね。なんとなくそれっぽくは見えるんだけど、売れないんです。で、実はそのテンプレートを使いこなすにはですね、前提条件があるんですね。で、その前提条件が何ですかっていうと、リサーチなんです。で、実はコピーライティングにおいて、文章が下手な方が売れるっていうパラドックス、逆説ですよね。うえ、コピーライティングって、コピーライターって文章が上手い方が売れるんじゃないですかって思うと思うんですけど、文章が下手な方が売れるっていうね、 そういういパラドクスが存在するんです、ね、これ何でかっていうと、まあ、これ僕の先生が言ってた話なんですけど文章うまい人ってこう書けちゃうからリサーチを怠るそうですねこう想像力があるので書けてしまうだからこそその本当のお客さんの気持ちとかをきっちり調べるっていうのをやらない逆に文章が下手だとど何を書いたらいいか思いつかないから商品を調べたりお客さんとこう接してリサーチを徹底的にやらないと書けないだから結構文章が下手なやつの方が売れる コピーかけるんだよねみたいな話をしていて、いや、本当その通りだなと思うんですけども、だからこのリサーチを怠るなっていうことだし、リサーチをしなかったらテンプレートの、いくら使っても稼げないってことですね。で、このリサーチっていうのは何をじゃあすればいいのかって話になると思うんですけども、これが顧客の気持ちとか、市場の状況とか、商品知識などをこうね、磨いていくことですね。料理に例えると、この材料になるものなんですよ。で、 文章がうまいけど売れない人っていうのはこうコックさんに例えるとこう調味料を使ったり調理するのがすごい得意だけど素材の選び方とか材料の選び方が雑なコックさんって感じなんですね、うん、で文章が下手だけど売れる人っていうのは要するにこう調理するのはちょっとぎこちないけどすごい材料にこだわって厳選するそういう風なコックさんって感じなんですねどっちの方が美味しい料理を作るかっていうとあのやっぱり材料を厳選するコックさんの方が 美味しい料理が作れるわけなんですよ実際問題料理が下手だからこそ材料選びにこだわらないとうまくいかないって分かってるから結局,結局のところおいしいみたいなそういうふうな感じなんですねだからこそその本当に一番いい料理人って考えてみると材料選びも達人クラスでさらに調理も本当にうま,かうまいってってことですねそれが最高の料理人ってことなんですけどだから コピーライターで例えるともうリサーチも徹底的にやっててなおかつ文章力があってその、うん、基本の型もマスターしてるそういう風な感じが最高のコピーが書けるってことなんですよねで何が言いたいかっていうとどんなにいいレシピがあってその調理法を知っていてもそもそもの材料リサーチが下手だったらダメだよっていうことなんですねだからこのリサーチが全ての前提にあるっていうことを覚えておいてくださいだからこの本を使用して簡単にね素早くコピーを書くためには 前提として良いリサーチありきなんですそう本書の言葉を借りるとすれば、まあ、14ページに書いてるんですけども商品への知識商品知識50%常識50%センス20%ぐらいの割合で書くといい感じなんですねであの僕はこの常識30%っていうのが本当にないのでそこをね磨いていかないといけないなって思ってるんですけど、えー あと21ページにあるユージン・エム・シュワルツさんの5段階の商品認知とキャッチコピーっていう図も結構使えるなって思いましたはいまあそんな感じでこの本を使えば結構簡単にある程度いいコピーっていうのを書くレシピになる、うん、すごく使える本だと思いますっていうねそういう話をしてしまうとちょっとね誤解させてしまうかもしれないなって本当に思っちゃうんですよねだから言いたくないんですよねこの簡単にコピーが書けるって で、もも簡単に書けけるるっていうまあ側面もあるわけなんですよ、うん、でここまでの話を聞いて分かるようにコピーライティングって実はクリエイティブな文章を作る力っていうよりリサーチ力とテンプレート力なんですねリサーチとテンプレートを知っていることとそしてそのテンプレートを使えることこの3つが大事なんですよね料理にしてもちゃんとした材料できちんとレシピに沿って作れば、まあ、たとえ、ね、素人が作っても結構おいしい料理ができますよねコピーライティングも同じもんで同じようなもんで 結構この本を使ってちゃんとリサーチさされてればあの簡単に書けちゃったりしますまあね僕はプロのコピーライターさんなんでプロのコピーライターさんとしては、まあ、そんな簡単なもんじゃないんだってねこう力説したくなるんですけど実際には適切なリサーチとテンプレートがあればある程度書けてしまいますでもね最後にちょっとだけ言わせてください、まあ、とはいえこのテンプレートはあくまでレシピであり道具なんですねパターンの一つでしかないんです 料理と一緒なんですけどもこの、ね、いくらレシピがあるって言っても本当に奥深いものなんですよ。微妙な火加減とか腕の振り方とかそういうふうなこう微妙なところで料理の味って変わるじゃないですか。うん、例えばね野球だってレシピ的に言えば飛んできたボールを棒で打つなわけなんですけど、うん、なんですかねそ,そこに奥深い芸術があるってことなんです。すごくシンプルなんだけど、うん、奥深いいろんなものがあるっていうことをやっぱり主張したくなるんですね。もうこれは英語ですね。ダメです そうでね本当のコピーライターマーケターであればお客さんの聞きたいこと以外は言わないってことがすごい大事なので今日はちょっとエゴイスティックでした <laughs> まあねあの本当にその野球とか料理とかと一緒でまず基本はリ,リサーチとテンプレートの使い方この2つができるようになったらまあ結構素早く書けるようになるってことなんですね、うん、でもまあプロ本当のプロになろうと思ったら あの別にあなたコピーライターにならないんだったら別にねある程度のリサーチとある程度のテンプレートの使い方でいいと思うんですけども本当にプロになろうと思ったらやっぱりねその、うん、文章の呼吸とかいろいろその深い部分を学んでいった方がいいんじゃないかなって思いますでねなんかその本質的な深いことを学びたいって思う人は是非ね下のリンクからジュニアコピーライター養成講座っていうのがあるのでこれがいやもう本当に深い一番コアなところ、うん、テンプレートでとかっていうレベルじゃない もうだろう自分で書ける。そういう風うなコピーライターになりたい場合は、このね、ジュニアコピーライター養成講座っていうものを受講してみてください。でね、もしあなたが、なんかある程度でいいよと、自分はビジネスマンだからコピーライターじゃないよっていうんだったら、この本とかを使って、このリサーチとテンプレートの使い方っていうのを学んでもいいんじゃないかなって思います。っていうわけで、まあね、僕もね、これからこのテンプレートの使い方、リサーチを極めていきたいと思います。 特にやっぱり商売としてコピーライティングをやっている場合は、各速度っていうのも相当速くなっていけないので、うん、やっぱりテンプレートは僕も使ってます、実は。はい。ってことで、またね、次回はね、商売について、人間について、そして心を明るくする技術についてですね、あなたの心に光を灯す面白い話をしていきたいと思いますので、また次回見てくださいね。はい。ってことで、まあ、ブログの方にもね、いろんなプレゼントとか、えー、発表をしてますので、 あのぜひブログの方もチェックしてみてください。最後の方チェックしてみてくださいね。はい。それでは今日も最後まで見てくれてありがとうございます。また次回会いましょう。バイチャ